はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、冒頭にちょっと映像をお見せしたんですけども、今回はもう待望のですよ、ソニーから発売されます新しいレンズのレビューをしていきたいと思います。で今回はですね、ソニー純正のレンズということで、ソニーのカメラといったら渡辺はですね、もう普段からも愛用して、もう毎日このメインカメラとして使っている、こちらがですね、Alpha 7S3 というカメラになってます。こちらは先日ね、購入して、もうずっと毎日これは購入してからメインカメラとして使ってます。で、今回紹介していくレンズなんですけども、最新のレンズということで、この Alpha 7S3 とか、Alpha 7C とか、今撮影しているの Alpha 7C なんですけども、そういったソニーのミラーレスカメラとバッチリ相性のいいレンズでございます。もうソニーの最高峰のレンズです。それがどういう描写力なのかっていうところもじっくりですね、今回、作例もね、たっぷり撮ってきましたので、紹介していきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということで、今回紹介していくレンズは、こちらでございます。これ、くるっと回していくと、赤い G の、ね、ロゴが入ってるんですけども、こちらは G マスターレンズとなります。ソニーのレンズにはですね、G レンズ、そして G マスターレンズという種類があります。で G マスターレンズは G のロゴのこの背景が赤くなっているのがこの G マスターレンズの特徴。マスターがついているってことはソニーのレンズラインナップの中でも特にこの描写力が高かったりとか、よりハイグレードなレンズがこの G マスターレンズというものになります。で、渡辺もですね、G マスターレンズいくつか所有してまして、特に最近よく使ってるのはこちらですね。こちらはソニーの 24mm70mm の F2.8 っていうね、G マスターレンズ。これも最近すごくよく使ってます。レビューとかで結構使ってるんですよね。それから野鳥の撮影とか、遠くのものを撮るときにはこちらです。こちらも動画で何回か紹介したことあるんですけども、70mm200mm の F2.8 っていうね、こちらも G マスターレンズ。G マスターレンズにもいろんな種類があるんですけども、今回紹介していくのは、こちら 35mm F1.4 というレンズになります。レンズ名としては FE 35mm F1.4 GM というレンズですね。35mm っていうのは個人的にも結構好きな画角で、ヘア撮りでも使うことできるし、自分がカメラマンになってこの写真とか、動画とかをですね、撮る場合にもすごく使いやすい画角になってます。で、もちろん解像力がめちゃくちゃ高いっていうところも、あるんですけども、F1.4 っていうね、すごく明るいレンズになっているので、魅力的なこのボケみとかね、そういうところをしっかり表現できるレンズになってます。で、もちろんソニーのレンズなので、オートフォーカス性能もめちゃくちゃ優秀。狙った被写体にパッとフォーカスが切り替わっていくので、フォーカスで迷ったりとか、フォーカスで悩むっていう心配がまずないっていうのも特徴になってます。最近ソニーは結構動画にも力入れてるんですけども、動画だけじゃなくて写真でもですね、ものすごくうっとりするような写真を撮ることができます。今回実際にですね、いろんな写真撮ってきました。ちょっとここで写真の作例をいくつかお見せしますけども、こんな写真とか、それからこんな写真とか、もうびっくりするぐらいですね、本当にもうなんか映画のワンシーンを切り取ったような、この雰囲気のある写真をですね、撮ることができました。これもやっぱりこの F1.4 っていうね、すごい明るいレンズになっているところと、35mm っていうすごい使いやすい焦点距離、ここもポイントになっています。ちなみに今回ですね、作例撮影にはもうほぼ1日かけて撮影をしてきたんですけども、昼間に撮ってももちろんね、すごく綺麗な写真とか動画は撮れるんですけど、明るいレンズっていうことは暗所にも強いんですよ。で、今回作例撮影に使ったこちらのセットです。Alpha 7S3 と FE35mm F1.4 こちらをちょっとね使ってたんですけども、一回装着しますね。はい、装着するとこういうサイズ感になります。すごくねコンパクトですよね。35mm で F1.4 なのに。一応渡辺が持ってる他の G マスターレンズと比べると、例えばこれがもう 24mm70mm の G マスターです。かなりね、サイズが大きいですよね。収まりきらないぐらいのサイズ感。で、さらに望遠なんてくるともう飛び出ちゃいます。こんな感じで。飛び出ちゃうぐらいのサイズ感ですよ。なので、これ1本つけて、こう撮影してるとね、結構そんな疲れないし、気軽にこの持っていけるこのサイズ感っていうところも、すごくいいと思ってます。で、ソニーのこの G マスターレンズっていうのは、解像感とボケ目を両立するっていうのが特徴なんですよ。ただ結構背景がふわっとボケる綺麗な写真だとしても、解像感が低かったら意味ないじゃないですか。だけどソニーの G マスターはボケにも綺麗に出しつつも、高い解像感を保っているっていうところが特徴になります。こちらの写真なんかも、やっぱりですね、今回紅葉をね、メインに撮りに行ったんですけども、すっごくね、びっくりするぐらいこの背景とかも綺麗にこのボケますし、それでいてこの解像感もしっかり保っている、こういう写真とかをねしっかりと何枚もね撮影することができます。オープニング映像以外にもですね、いくつか作例ね、動画も含めて撮ってみたので、ちょっとそちらのね、クリップをご覧ください。こんな感じです。はい、ということで、ちょっとこれからね、ソニーの新しいレンズですね、こちらをつけて、定山渓の紅葉を撮りに行きたいと思います。今、その最中、行きましょう。はい、ということで、今回はですね、ちょうどこのね、お借りした時期が、この紅葉の真っ最中ということで、一番この紅葉がね、綺麗な時期に、撮影をすることができたので、この解像感とこのボケみですね、この辺をじっくりですね、試してみました。素晴らしいですね。この紅葉とかを撮った時の、すごくこの高いこの表現力、ここもですね、やっぱりこの最高クラスのレンズっていうのは素晴らしいと感じました。はい、今ね、ちょうど上に登る最中ですね。今日歩いて登ってます。結構心臓破りなんだよね、ここは。頑張っていきましょう。ちなみに今はですね、ジンバルとかも使わずに、35mm F1.4 のレンズで、手持ちで撮影してます。三脚に固定して手持ちで歩いてるんですけど、手ブレ補正の感じとかいかがでしょうか。 Alpha 7S3 のアクティブ手ブレ補正と新しいレンズですね、こちらの組み合わせはどうなのか、かなり滑らかに動いてると思います。普通このカメラを手持ちで持ってこの前に歩いていくと絶対この縦揺れとか横揺れが発生するものなんですけども、 α7S3 のアクティブ手ブレ補正とこのレンズのね組み合わせだと、これだけこの手持ちでね綺麗に滑らかに撮影できるっていうのはやっぱりね感動したポイントになります。ちなみにこの日はですね、かなりこの暗所というか、暗くてこのおしゃれなカフェレストランにですね行ってみたんですけども、そこでもこのセットで撮影をしてみました。普通は結構ね、これだけ暗いとなかなかノイズが乗ったりとかね、することが多いんですけども、やっぱりね、α7S3 の高感度耐性が強いというところと、このレンズの組み合わせ、そしてこの玉ボケを見てください。この綺麗な玉ボケね、たまらんですね。で、帰る頃にはですね、時間は夜のね、6時を過ぎた頃なんですけども、もう周囲は真っ暗です。真っ暗で夜景の状況でもこれだけ綺麗にですね、撮ることができる。これもやっぱりこのカメラとこのレンズの組み合わせ、ありきですね。素晴らしい。こちらなんかは車のダッシュボードの上にですね、装着して、ドライブ中にですね、映像をね、収録してみたんですけども、見てください。手ブレ補正が優秀だからか、なんというかすごいこのシネマティックドライブみたいな、そういう映像をですね、撮影することもできます。ちなみに解像力がどれだけ高いのかっていうのは、こういった写真でね、こんな感じでズームしていくと、通常はですね、結構荒くなったりするものなんですけども、やっぱ解像力が高いと、こう拡大していってもですね、かなり綺麗にですね、描写されてるっていうのがわかりますね。はい、ちなみに室内で撮るとこういう感じなんですよ。結構ね、渡辺は 35mm っていう画角も、以前から使っていたりするんですけど、やっぱりね、室内で撮影してもこの 35mm っていう画角は結構ね、使いやすいんですよ。例えばスマホで撮影とかしても、こんなにこの室内でこのなんか非日常感みたいなのって出せないと思うんですけど、この今使ってる α7S3 と FE35mm F1.4 を組み合わせると、やっぱ室内でね、これだけの、なんというか非日常感みたいなところを演出できる。これがやっぱりね、すごくいいところだと思います。で、オートフォーカスの精度とかもかなり優秀になってます。こちらのレンズなんかを今手前に出します。今瞳のオートフォーカス来てるんですけど、顔を一旦隠して、上げるとこんな感じです。はい、どうでしょう。フォーカスめちゃめちゃ早いですよね。で、もちろんですね、動画撮影時のこのリアルタイム瞳 AF とかトラッキングとかもすごく優秀なので、今もですね、瞳をずっと追ってます。こう近づいていったりとかしてもずっとこの瞳をね、追ってるんですよ。だから、フォーカスが自分の場所が変わっても、ね、ずっと安定してこの瞳を追ってくれてる。こういうところも動画撮影者にとってはすごくね、ありがたいポイントだと思います。タッチでトラッキングをすると、瞳じゃない他の場所をトラッキングしたりとか、そういう使い方ももちろんできます。で、もちろんですね、このソニーのこういったグリップとかね、そういったものをこう装着してあげても、快適にですね、使うことができます。はい、でこうしてあげると、ソニーのこのシューティンググリップですね、こちらも渡辺所有してるんですけども、三脚として立ててあげて固定して撮るとか、こちらのシューティンググリップにはですね、録画の開始ボタンとかもありますので、もちろん α7S3 でも対応してますので、撮影中にここでね、録画を開始したりっていうことができるのですね、α7S3 のアクティブ手ブレ補正と組み合わせると、もう結構ね、慎重に撮ればジンバルなしでも、もうジンバル級の動画が撮れるようになってます。はい、なので今回ですね、ジンバルとかも一切使わずね、こういった装備で1日撮ってみたんですけども、自分でもちょっとびっくりするぐらいの作例が撮れたなっていうふうに思ってます。はい、ちなみにですね、この α7S3 にはこのアクティブ手ブレ補正っていうものがあって、すごくね手ブレ補正が強力になったんですけども、実際にこのアクティブ手ブレ補正の最大のこの能力を引き出すことができるのはソニーの純正レンズということになってます。だから今回ですね、このレンズ結構手持ちとかグリップとかにつけた状態でもう撮ってきただけなんですけども、もうどこを見てもですね、すごい手ぶれがひどいとかっていうところ全くないですし、物撮りとかをしていても本当ジンバルとかもう固定して撮ってるんじゃないかって感じるぐらいですね、滑らかな映像が撮れました。で G マスターレンズっていうと渡辺結構ね所有してるものありますけど、結構ね大きくて重いっていうイメージが、今まで強かったんですけど、このレンズに関しては比較的小さくて軽いんですよ。だからこそ今回ですね、ここにねこう装着して歩いてましたし、使う時はこう取り出して使ったりとかもしたんですけども、機動力高いです。これからちょっとソニーのフルサイズミラーレスを始めたい人とか、先日この α7S3 を購入して、レンズをね探してる人とか、あと α7C にもぴったりだと思います。ソニー用のレンズとして、持っておくと、これはねすごくねそのカメラの持つこの魅力をですね引き出すことができるレンズなんじゃないかなっていうふうに使ってみてねマジで感じました。一応このレンズにはですね、この絞り値を変更するこのリングがついていて、ここで絞り値を調整することができます。で絞り値にはこのクリック感オンオフっていうのがありまして、オフにするとクリック感なくこう滑らかに変更できるようになります。こうですね。でクリックをオンにすると、カチカチっと、クリック感が出るような形になってます。でこちらにはですねオートフォーカス、マニュアルフォーカスがありまして、ここのスイッチでオートフォーカスマニュアルフォーカスを切り替えができるようになってます。はい、それからレンズフードはこういった形ですね。こちらを装着してあげて、こうですね、こんな感じで装着してあげることもできますね。はい。ということで、今回はですね、ソニーさんから最新の G マスターレンズをですね、お借りすることができましたので、こちらを使った作例を踏まえて、どういうレンズになっているのかっていうところを紹介してきました。正直これはかなり万能で使い勝手がいいですし、ついついね、持ち出したくなるこのサイズ感といいですね、これはね、持っておきたいレンズだなっていうふうに感じました。他にもですね、ソニーの G マスターレンズにはいろんなコンセプトのレンズがありまして、今回は 35mm だったんですけども、例えば 24mmF1.4 とかね、こちらなんかはもう Vlogでも使いやすいサイズ感ですよね。この自撮りをするときとかにも使いやすいサイズ感だったりします。35mm の場合はこう手持ちで自撮りすると結構もう、顔がドアップになってしまうので、三脚に固定して Vlog を撮るとか、あと自分がこうカメラを持って、物を撮るとかね、風景を撮るとか、そういう形で使うのがぴったりなレンズとなってます。ちなみに他にもですね、サイズの 35mmF1.4、こちらのレンズとかもあります。結構ね、本当に、ソニーのレンズのラインナップってめちゃくちゃ豊富で、自分が使いたいなって思うレンズはもう探せは大体あるっていう状態になってるので、レンズは選び放題になってるっていうところも、ソニー製のカメラがですね、好きな理由でもあります。ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。